皆様こんにちは。 えー、二次の壁を破る、ね、20年の最終合格を目指すということで、ガイダンスですね、を始めさせていただきたいと思います。えー、担当はレクセニコシ、中小企業診断士の黒川です。じゃあ、えっ、ー、とー、まあ、こちらですね、あのー、まあ、主に、まあ、受験経験者向けですかね、の、まあ、ガイダンスということで。これから、まあ、二次試験を特にですね、中心に考えていらっしゃって。で、二次試験いかに、こう、突破していくかというところですね。で、そこをですね、あのー、考えている。 方ですまああのー、まあ言ってもですね、まあ、その一次試験がまだ途中だとかっていう方もいらっ,いらっしゃいますし科目も合格が、まあ、いくつか科目は残ってますよとかでそういう中でですね、まあただ一次試験は 科目を何科目かこなしてで、まあ、二次ですね二次を中心にやっていくとか、まあ、そういう方もいらっしゃるでしょうし、まあ、一次試験に関しては基本的にはもう独学でやっていくとかっていうような方もいらっしゃいますでしょうしさらにまあ一次試験はもうすでに受かってるとでもう二次だけに一本絞ってですねやっていくという方もまあいらっしゃるでしょう、まあ、いろんな方がですねいらっしゃると思います、まあ、いずれにしてもこの二次っていうのがやっぱりこう一つの壁なんですよね壁としてやっぱりこうでかい壁があってでそこを乗り越えていくっていうのは 結構やっぱりシビアなところです。で、この二次試験に関してはですね、やっぱり独学はきついと思いますね。で、まあ正直な話すると、まあ一次試験は頑張れば独学でなんとかなるはなんとかなるという感じで。 ただその2次に関してはちょっとコツをつかむっていうところが結構難しいので,でそこに関してですねやっぱりこう独学だとですねあのかなり的外れな回答にまなっちゃって全然評価されないとで評価されるためにどうすればいいのかっていうところが見えてこないまあそういうふうなことになりがちなんですよね、まあ、なので2次試験対策に関してはやっぱりまあ何がしかのですね、あのーまあ、こう法則というか、まあ、そういうのをやっぱもう遅 まあ、教えてもらえる場かつでいろんなですねあのフレームワークとかもそうですし考え方とかでそのトレーニングができるというようなことが重要なんですよね、まあ、それをぜひやってほしいなというふうに思ってますでまあ,あの私自身も平成17年ですかねあの二次試験合格をしたんですけどでやっぱり二次試験ですね、えー、あの一発では難しくてで2回受けましたで1回目がですね平成16年で試験 1あの一次試験は一発で受かったんですけど2次試験がですね全然準備できてなくてですねで結局ですねもう何がむしゃらに書いてでとにかくもうあの、まあ、何書いたか分かんないぐらいですかねなんか全然もうあの、まあ、こんなんじゃ絶対通用しないんだろうなっていうふうに書いて出してという感じで、まあ、結果的にやっぱり不合格になってしまってでそこからやっぱり 1, 1年間2、ね、次試験だけの学習をしたんですよね。二次試験学習だけの学習をしてである程度なんんか掴んでき 来たんですよだいたいこういう内容あの書けばまあ評価されるんだろうなとか回答の落とし込みとしてやっぱこういう内容にまとめておけばいいのかなとかこの辺がポイントになりうるからここは外さずにやっぱり書いとこうかなとか、まあ、そういう要素がまあ見えてくるわけですねで。見えてきてそれをちゃんと漏れなく実現してですねちゃんと落ち着いてかつこう狭い目線にならずにこう多面的な 幅広い目線ですね。か考えて書ければですね、割と取れるんですよ。でそうなっていくってところがやっぱ大事なんで、まあ要はこういう回答を、あのー、作れれば受かるだろうっていう合格基準が自分の中で、まあ、ある程度明確になってくるんですねで。それが明確になってこないと結構きついと思います。結局目指すものっていうのが何なのかが分かんない。何書けばいいのかが分かんないっていう状態だと永遠にですね、もうあの勉強してもしても何にもですね、 あの成長しないですね合格に全然こうたどり着かない状態になっちゃいますとでそれが一番怖いですんでとにかく努力したらちゃんと努力した最短距離で,ですね合格にこう向かっていかなければいけないですよねそうなるためにまずは合格基準を知るどういう回答を書けばいいのかっていうそのまずは枠枠をこう捉えてもらってそこをしっかり把握すると。 いうことが大事で、そこにじゃあどうやって向かっていけばいいか、どういうトレーニングをしてまそこに向かえるのかっていうのを考えてそこがまず見つけられるっていうのがすごく大事なんですよね。で、そういうところがですね、あのー、重要になっています。で、そういうのをまあレックでは全部、ね、まあ1からあのお伝えしていくという感じで、で結構ですね、あのー、レックの場合はねその辺の二次合格のためのなんていうんですかね。 こういうのがいいんだっていうこの2合格答案像っていうのもしっかりこう明示しますしで結構ですねその2次に立ち向かっていくためのベースとなる考え方ですね。 でまあ先にこう、まあ、言っちゃうとですねまずこ一貫性と具体性と総合性とかっていうふうによく言うんですよねこの三本柱これがすごくやっぱ大事で一貫性があると一貫性っていうのはやっぱり企業のストーリーなんですねストーリーが必ずあってでそこにはですね解決策としてのストーリーもやっぱ絶対あるとその解決ストーリーっていうのにやっぱりフィットしてないと出題者が求めてるものとやっぱずれるんですよ絶対 で、なのでそれをもとにして出題者は問題組んでくるんで第1問でじゃあ強みを答えさせると第2問で問題点を考えさせるとで第3問で経営戦略を考えさせるという問題だったらやっぱり第1問で回答した強み強みを生かした第3問の経営戦略にやっぱりなってないといけないですしで第2問で出したその問題点ですね問題点を解決するような戦略になってなきゃいけない。 で逆に言うとこの戦略に基づいた戦略で使うような強みを第一まで書いてなきゃいけないんですね。なのでそこをですねしっかりと一貫した流れですねで説問の問,問いに対する回答も一貫してるで予見文の流れも一貫した目線で見れてるというようなそういう。 いいっぱい一貫性を持った回答作りというのはできててすごくそれがそれ一貫させるってことが出題者の思ってる内容にフィットしやすいというその一貫性ですねでそれが逆にこういろんなヒントにもなるわけですね説問ごとに第1問のヒントが第3問になったり第3問のヒントが第1問になったりするとそういう感じでやっぱり捉えるべきなんで,でより多くのヒントをですね得ながら回答を考えることができるっていうまず一つですねやっぱり一貫一貫性 で、これに具体性を持たせるということで、具体性、まあ、やっぱ具体的である必要があると。で、その単なるこう一般論のを出すだけでもいけないですし、予見文をただ単に丸写しする、書き,書き写すだけとかっていうのでもやっぱいけない。でそこに、まあ、ワンクッション、まあ、具体的に。要はこういうようなことだと。で、マーケティングミックスを展開することだって書いても何のことだか分からんと。で、あればそうじゃなくて、じゃマーケティングミックスなのか、プロモーション。 プロモーションとしてこれこれこういう口コミを調整していくことによってでこういう新規のお客さんの獲得につなげていくとっていう感じでやっぱ書く具体的にやっぱ書くことによって伝わるんですよねああそういうことをやっぱ求めてんだなとかこの人はこういうことを言ってんだということが伝わってくるやっぱ具体的であ,あればあるほどいいんですよねなんで具体的になるべく書くとでさらにそれを総合的 総合性を持ってですねこれはもうあのロジカルシンキンキグですよねで切り口を使ってて書いていくでここにはやっぱり一次試験の知識を応用する形の、まあ、切り口の設定さっきのマーケティングミックスっつったらやっぱり 4P ですよね 4P の観点でもれなくやっぱ製品の軸でまあ価格でプレイスプロモーションですねこの 4, 4点軸でまあ文章が構成されてるとか。 で新規事業を何をするべきですかと答えよというふうに聞かれたらその新規事業をまあただ何これをやるんだというふうに書くだけじゃなくてやっぱりドメインドメインの「誰に何をどのように」の観点でこの3つの視点で、まあ、あのまんべんなく「誰に」の部分でターゲット顧客ターゲットはここで,で何をする、まあ、こういうような,なんかあの製品を作っていく。 で、それに対して技術力のある今までの強みを活用してどのようにこういうふうにやっていくんだとっていう観点この3つの軸で例えばか書いていくことによってこう、漏れなくダブりなくっていう感じのこうロ,ロジカルな文章を仕上がるんですね。なので、まあ、そういう意味でもやっぱりこう総合性多面的な視点も実現できますんでその多面的でかつですねロジカルにで、まあその一次試験の知識を応用する形の 言ってみれば1.5次知識ですね。をこう活用したで二次の回答っていうのが出来上がってくるとっていう感じまあそういうふうにすることによって一貫性具体性総合性ねこの3つをこう、あのー、実現するこれがレックのやっぱりこう基本的な考え方なんですよ事例に対する向き合い方ですね向き合い方になってきますでそこをこうしっかりとやっていくっていうのがまあレック式ですねという感じなんですよなんでか,かなりですねそこをするためのあのー、何ですかね かなりトレーニングもしますし、それを補助するためのツールもご提供します。と、いろんなフレームワークがあるんですね。例えば事例整理シートっていうフレームワークをまご提示してで、それにフレームには当てはめながら事例企業ですね。あの文章のままだともう何書いてるのかわかんないと整理しにくいんですよね。で、そこを整理しやすいようにな、ね。ここのフレームワークに当てはめて考えてみましょうと。とでスウォットからじゃあ。 特定して方方向向性性会社の方向性これだとでそれに対する解決策はこれだという、まあ、一貫性とか具体性が実現されるで総合性も、うん、自然と出てくるような、まあ、そういう事例整理シートとかっていう、まあ、シートを提供したりしますんで、まあ、そういうのを元にやっていくって感じですね。 でまあ、そういう形で,ですねあの無理なく無理なくトレーニングしてもらって無理なくまあそのコンサルタントとしての中小企業診断士としての必要な能力を養成していくっていう感じですねになってるまあこれがレック式ですなのであの結構まあ他社とはちょっと違うかもしれないですねかなり実務寄りですね実務寄りででまあ,あのなんていうんですかねこう 割と研修に近いいかもしれないですね本当にコンサルタントを養成していくようなでやっぱりあるべき姿なんですね絶対的にあるべき姿だと思いますねでなのでやっぱり必要となる二次試験ってやっぱり求められてるのってで結局やっぱりその 二次一次試験の学んできた知識を応用する能力あるかどうかそれが中小級診断士として応用できるそれにふさわしい人間かどうかが試されているんでそこにフィットするっていうのが必要なんですよ。だから単に試験っていうのをこう国語の試験みたいな風に捉えてでやっていくようなまそういうやり方だとやっぱり全然ダメですねその要件に当てはまらないんでそんな人に中小級診断士になってほしいかって 思えるのかってなったら絶対違いますよねとで,なんで中小級診断士になってほしい人ってやっぱりプロ,プロとして通じる人材なんですよでそこってやっぱりこう何て言うんですかね昨日今日で出来上がるものではなくてしっかり正しい考え方のもとですねで実務家によってですね養成されたやっぱり実務的な人材なんですね。なので実務寄りのやっぱりこう教え方をしていってどっちかというとまあ教えるというよりかは研修していくと。 仕上げていくと、ね、研磨していくようなそんな感じで,ですねやっていくようなスタイルですねそれが絶対的にまず試験の合格するための人材としてもやっぱりあのフィットしますしでそこに向けたやり方としても絶対的に一番いいので,でこれがまあレッグスタイルって感じですね。もうとにかく実務 実務よりで、まあ、副次的効果としてですねこれをやることによる副次的効果としてもう実務にそのまま応用しやすいですんで、まあ、いろんなふ普段の日常的なこう仕事の中でなんかいろんな問題解決をこう求められるとか,でなんかこう整理してなんかこういろんな文章を整理してです、ね、なんか提案書を作るとかそういうのも質がもう圧倒的に上がっていきますんでもう本当に提案書とか資料とかそういうものの出来栄えがもう変わってくるという感じですね。なので もうあの受かる以前からですねその効果っていうのはやっぱりあの見えてくるかなというふうには思いますんでまあぜひですね結構楽しみに、まあ、していただければなというふうに思います。まあそういう感じで,ですねちょっとあの二次試験に対する考え方として、まあ、レックはそんな感じでやっていてで特にですねまあその何て言うんですかねいろいろこう通学される方とあの、まあ、通信だけの方と、まあ、いろいろいらっしゃると思います。 で特に通学の方に関してはレックって結構そのディスカッションやるんですよね二次対策だとディスカッションを結構取り入れるんですよ。でこのディスカッションはすごくよくてでまあいろんな結局この教室に集まってくる人たちっていうのはいろんな業界のいろんなまあ特徴を持つ人なんですよね。でまあ性別も違えば、まあ、年齢層も違えば。 仕事内容も違うと。時には学生さんがいたりとか時にはもうあの引退してるような人もいたりとかもうすごいもう多種多様な人が集まってくるでその人たちをやっぱりチーム組んでですねで一つのさっきの例えば事例整理シートをちょっと使いながらディスカッションしてみたりすると面白いでいろんな目線があるんですよね目線がやっぱり一人一人異なってくるとで異なってる目線はこういう視点もあるのかというところはちゃんと学ぶ のも大事で,すしでまあ自分自身がいかにこう狭い世界で生きてきたかっていうのがやっぱり分かるんですよねで分かるのですごくそこにやっぱ発見刺激になる。 そうするともっとこう視野を広げて、まあ、こう考えなきゃいけないんだなっていうことには気づかされるんでもう講師が一方的にガン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 こういうのがいいんだとかっていうふうに教えるだけだと気づけなかったことに気づけるとやっぱ自分で気づくことがやっぱ大事なんでああじゃあそれであればやっぱり回答にもやっぱこういうふうにこういう要素も入れなきゃいけないなとか、まあ、そういうことに気づいていけるんですねなのでディスカッションってすごくいいんですよ。なのでそういうふうに多面的な視点ですねとにかく狭くならない。 視野が狭くなるとかなり危険なんで、それをこう広げていくっていうような役割としてディスカッションとかも取り入れたりもしてるんですね。でプラスそのディスカッションとかすることによってやっぱりこうあのー、受,受講生さん同士が仲良くなると、でこれも結構大事なんですよね。仲良くなってで要は 受験仲間ですね。ができてとでまあ、気軽にですね。いろんな情報交換とかしやすくなったりもしますしで、なんで。まあいろんなこう授業外のところでも授業外のところ。でもまあ定期的にまあ。 集まってですね勉強会開いたりとか、まあ、そういうふうにやってる人たちも多いですしで結構そこにですね講師が参加してとかあの課外活動として参加したりとかあのそういうこともありますんで、まあ、結構割とアットホームにあのやれるんですよね、まあ、それがまあレックの良さでもあるかもしれないですね。だから割と少人数というかそんなにまあ大規模でもないんで、まあ、少人数でまあやれてるんで、まあ、そういう意味ではですねそそういういい距離が近い講師とその 受講生さんの距離が近い、まあ、そこもあると思います、まあ、これはまあ,あの通学のメリットかなっていうところですね。でまあ通信の場合はですね通信の場合は結構その要はこう通学みたいにディスカッションしたりとかっていうのはさすがにまあできないんですけど。 あのまあ、通信の中でですねやっぱりこうお伝えすべきはお伝えしていきますしでまあどんどんですねなるべくこうあのー、なんですかねコミュニケーションが取れるようにこの質問とかもこう気軽に投げられるようなツールもやっぱりあるんですよね。なので今までレックで一次試験の対策とか、まあ、やってる方はまあご存知だと思うんですけど、まあ、その二次のところでも同じようにですねよりこう質問の、まあ、要はチューターみたいな感じでですねあのいろんな質問をバン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 ぶつけられるようにもなってますんで。 まそういうのですね。あのやっていただくと、であとはですね、あのぜひやっぱりあのー、通信の方もまあ、定期的にですね、なんかイベントとかなんかそういうのあればですね、もうとかあのー、なですかね、こう出張でとか都内に行く機会があればぜひですね、やっぱり。 あの教室で,です、ね、覗いいいいいててみたてただきたいなという,ふうに思いま,すでまあやっぱり、あのー、リアルな講師の声とか、まあ、そういうのを聞きながらですね相談会とかがあったりする時もありますし、まあ、そういうのをですね足を運んでいただいてですねまあ実際にこうリアルな現場を見ながらですね是非モチベーション高くですねやっていただきたいなというふうには思ってます。 まあそんな感じのな特徴があるんですが、まあ、実際ちょっとその中の講座講座としてどんなのありますかみたいな話をちょっとしていこうかなと思います、まあ、簡単にですね、まあ、ここまあパンフレット見りゃわかるみたいなところなんで、あのー、ちょっとやっていくとですね、まあ、基本的にこうまあいろんなあの受験経験者として用意しているコースってまあその1時2時の上級合格コースみたいな まあ、インプットクラスみたいなのがあったりとかしてで一次試験の部分に関しては、まあ、要は科目合格のところがまあ多いと思いますんで、まあ、その科目を当然選んでという形で1次に関しては科目をまあ抜粋して受けることは当然できますよと。でこれに関してさらにその要は上級だからより問題を重視して解きたいと。 時にはこういうい、まあ、過去問解放とかテーマ別ですねこの辺がもうすごい問題量がすごいんですよ。オリジナル問題。過去問とレックのオリジナル問題ですね。がすごいいっぱい入ってるんで、こういうのでですね、あの、演習問題ですね。で、トレーニングしていくと。で、模試を受けて、まあ、そのテーマ別答弁も基礎と応用の。<laughs> まあ、さらに2段階。結構な問題量なんで、結構やりごたえはあると思います。で、やってもらって、で、一次試験をその残ってる科目を合格すると。 いうのに加えて2次,、ね、次試験対策講座ということで、まあ、ベーシックステップアップ、まあ、アドバンスという感じであるのに加えてさらに2次の源泉去問アプローチ講座とかこういう過去問の中でも特にこことか、まあ、そういうのをピックアップしてるような講座もあるんですね。 解解きき方方ですね過去問の解き方でこれも <laughs> 通常の過去問って大体5年分ぐらいですね直近5年分ぐらいしか多分あのお渡しされてないと思うんですけどあのここの源泉過去問だと平成17年とか18年とかあの結構古いやつも取り扱ってんですねでその頃の過去問って結構あのオーソドックスな問題が多くてでなんかこう事例問題をこう解いていくにあたってですねすごくこうすんなりすっきりですね理解しやすいんですよ。 なのでそういうすっきりした事例をこう逆に見てもらうことによって基礎力の要請にもなりますんでそういうなんかあの結構古いやつとかも扱ってたりもします、まあ、そういうのを見ながらですね、あのー、やってったりとか、まあ、そういう講座もついてきたりもしますし、まあ、当然申しがついたりとかあとこれですね事例4 事例4の集中登練ってことで6回分使ってですね事例4だけをやっていくという講座もあるんで事例4がやっぱり苦手な人とか多いですんでそこをですね徹底強化するという感じの講義もくっついてきますとまあ事例4勝負ですからね事例4でとにかく点数伸ばしてっていう風なやり方やっぱり重要なんでそこも強化していきなりやっていくとっていう感じですねまあなのでこの充実したこうラインナップでまあ2次に関してはまあバッチリやっていくという感じですね でまあ、通常の普通の1次2次のやつだとですね2次試験対策の部分でいうとステップアップ講座とかがついてこないんですよ。なのでこのステップアップ講座とかこの辺はですね2次上級講、まあ独自のものになってきますんでまあ,あのそういう意味では上級講スじゃないと取れないという感じですね。になってきます まあこういうい感じです、ねまあ、一次試験がまだ残ってとかっていう方はこういう、まあ、一次二次をまあ両方やって一次に関しては科目を選んで取っていくっていうプランもまあ,ありますしでまあうんですかねこう一次だけっていうパターンも当然ありますけど、まあ、これはあんまりお勧めしないですね結局二次試験を受かないといけないので,であとはまあ二次だけですね当然二次だけの。 2次だけのコースっていうのもありますと。でもう一次試験に関してはもう受かってますよとか、もう,、まあ、もうほぼあとは独学でいけるんですという方もいらっしゃると思うんで、2、まあ、次だけのコースですね。まあ、こういうのもあったりもしますと。という感じです。まあ、そういうのをですね、固めていただいてという感じですね。うん、で、やっていくと。で、まあ、こういう感じでディスカッション、通学の場合はディスカッションしながらという感じで、まあ、やれたりもするんで。 であとまあさっき言ってた事例整理士とはこういうようなツールですねがまあ,あったりもしますよと,という話が書いてあります。まあ、なのでちょっとぜひですねご検討いただければなというふうに思っております。であとはですねあの、まあ、大体こんな感じなんだというレ,レックの特徴があるんですけどでちょうどですね今この収録しているタイミングでですねあの、まあ、令和元年のこの本試験 がですね、ちょうど終わったあのばっかしのタイミングでしてですねあのー、なんですか、ね、ちょうど10月のですねあの令和元年本試験ですね二次本試験がちょうど終了したんですねで今年の特徴はあのー、割と安定してますと全般的に安定しててで事例1も2もですね、あのー、割とこうオーソドックスな聞き方をしていてで対応もしやすかったんですよね。 で事例3がちょっとなんか、あのー、アバウトな聞き方とかもあったりしてちょっと対応がしにくい問題が多かったんで事例3でちょっと差がついちゃったかなっていうのはあるんですけどであとは事例4ですねで。事例4も結構優しめだったんですね。そういう意味では何てうんですかねこう、まあ、やっぱできた人が多かったと。っていうことでそのできた人が多かったんですがでもやっぱり合格者数っていうのはやっぱりか限られてるんでその中のこう相対評価になるんですよね。 なんでこう絶対評価で6割超えてれば受かるというもんではなくてですねやっぱりこう相対評価の中で得点が調整されて結果的にまあできてんだけどなんかあんまりいかなかったとで結果不合格になっちゃったとかっていう人は結構増えると思います。 今年の2次試験は、まあ、そもそも1、あのー、次試験の合格数率もすごい高くて30%超えしてたんですね。なので受験者数っていうもの自体がですね1次試験の合格者数が多かったんで2次の受験者数自体も例年より多くて。 で、その中で結局合格最終合格の人数ってまあ例年並みね、まあ、特にここは増えるってことは多分ないと思いますんでなんで合格率はかなりこう絞られる感じにはなってるはずなんですね。なんでまだちょっと結果がまだ出てないなんで何度も言えないですけどあのなってるはずですとで。ということはまた次の年ですねこれは2020年ですね。2020年度の,あの本試験はよりまた競合が。 激しくなるというかここで落ちた人がまた次の年2次試験受けてくる人がまあやっぱり大多数多いのでそうなってくるとやっぱ来年に関しても2次試験は結構やっぱり競争率は激しいとそうなってくると人よりできなきゃいけないですね人よりできなきゃいけなくてそこをもうちょっと気合いをより入れ直さなきゃいけないということがあるのでよりですね頑張らなきゃいけないと。ということはですね、あのー、より よより人よりり人できるるやり方を取る必要があるそこにやっぱ根本的に自分自身がどんな問題にぶち当たったとしてもこなせる能力ですよ、ね、を要請できているかどうかっていうのがまあポイントでその小手先のテクニックだけに走るような対策だと絶対できないです。 なんで単なる切り口集を用意してるだけとか単なるパターン集みたいなこう問われたらこう書けばいいんだみたいなそのパターンに収まるようなもんでもないですしはっきり言ってそんな小手先のテクニックだけにやっぱ頼ってるだけだとやっぱできないです結局人,人並みか人並みよりちょっとそれ以下かぐらいのことしかできないですで受かってんのはまああの それでも自分をちゃんと高められる優秀な人が受かっちゃうみたいなそういうやり方になっちゃうんでそれって良くないですよ。そういうやり方をするような受験校に行くんだったらやめた方がいいですね。で絶対的にやめた方がいいんで,でなのでもう完全にやっぱり能力を養成するような形でトレーニングしていくようなそういう研修の場としてでやっぱり二次対策を考えていく必要が絶対的にあるんですね。コンサルタントを要請する勢いでやれるところが絶対的に必要。 なんですよそれがまさに、まあ、レックですしでその講師講師に関しても全員独立診断士ですね2次を担当する講師は全員独立診断士でもうプロでバリバリやってる。もう、あのー、要はそのまま もう要はもう何ですかねこうもう会社という,もう保護されたところからあのバーンとこう飛び出してですね一人で食ってる人間が基本的にはやってますんでやっぱ強いですねで本当にリアルなあの実務的な話もできますしで逆にその診断士を受かった後ですよね受かった後にやっぱ独立心のある人っていっぱいいると思うんですよね独立したいと。 独立ししててみたいいいなとと思思っっるる方もいらっしゃると思いますそういう人たちの受かった後のサポートですね独立開業のサポートとかそういうのもまあできると思うんですよね。で別にそこでなんかお金を取ってどうこうとかビジネスとしてやるんじゃなくて普通の相談相手としてやっぱ講師が。 そういうところまでですね、あの、フォローはあのできると思いますんで、まあそういうふうにですね、あの、やっぱ実務家であるというところが、まあ二次に関しては <laughs>、まあ重要なんですよね。重要なんで、まあそういう意味ではそういうところを活用していただければなというふうに思ってます。まあなので、まあざっくりとですね、あのー、 なんかこう簡単にお伝えしてきましたがまあそのこれからですね二次試験対策、まあ、どうしようかなとかっていうふうに考えていらっしゃる方がまあこの動画をですねいろいろ見て決めようかなとなんかいろいろこう検討してる段階にあると思うんですけどやっぱ正しいことは何なのかと、えー、プラスその受かりやすいということに加えて受かったあとどうするんだということまで含めてですねやっぱりこう しっかり検討していただいてであの、まあ、受験校とか決めたりとかその講座の申し込みですね是非していただければなというふうに思ってます。で結局ですねあのまああとは相性なんで何ですかねこう 自分のこうフィーリングというか、まあ、直感的にですねああここかなとかってこれ,これだとかっていうのがまあ,あると思うんでそのフィーリングをですね、まあ、一番重視してもらってですねでまあ選んでいただければいいのかなというふうには思ってます。じゃあですね、まああの,2時の メインの受験経験者向けのガイダンスとしての内容はまあ以上なんですけどもまああの細かいですね何て言うんですかねこうご質問とか受験校で、まあ、具体的にじゃあどうやって申し込めばいいんだとかじゃあ値段 金額はいくらになるのかとか、まあ、その辺に関しては基本的にはレックのまあ視点に行っていただくか、まあ、もしくはそのコールセンター何に問お問い合わせいただくかですね。でまあ、レックのスタッフがです、ね、あの対応させていただきますので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、いろいろご検討いただければというふうに思います。じゃあですね、まあ、以上であの20年最終合格を目指す、まあ、2次の受験対策の,あの経験者向けのガイダンスは以上というふうにさせていただきたいと思います。じゃあどうもありがとうございました。